アロハチック天国、これは間違えちゃった。ですね、この間の生配信の時にもちょっとお見せしたかと思うんですけど、イベントの時にですね、ラニハワイさんとご一緒することが結構あるんですけど、夏のイベントとかだとね、夏前の、うちはあんまり毎回毎回出店してないので、ラニハワイさんとご一緒する時は、年に1回あるかないかぐらいかな、うちがそんなに出てないので、その時は見つけたら買うようにしてるような感じなんですけど、でうち、なんかで、ね、なんとなく数えてみたら5年前3年前去年と未生をやこのね種を買ってるんです。で最初の5年前は、トロピカルビレッジさんだったかな、逆かもしれないけど、トロピカルビレッジさんは最初聞いた時種は扱ってなかったのだったかなっていう時もあったような気がするんですけど、ラニハワイさんとかトロピカルビレッジさんで、種を買ってたんですけど、去年それでやったやつはダメにしちゃったんですね。去年のは確かラニハワイさんのですね、ラニハワイこれと同じものをやって、でね、6個ぐらい入ってて、最初3つしか発根させられなくて、発根できなくて、で、育ててたんですけど、途中で冬越し失敗しちゃったんだったかな、中に入れるタイミングちょっと遅くなっちゃって、こんなまだこんなひょろひょろっとプリンのカップに入るぐらいの小さい苗をだったので、やっぱりね、あそこ大事ですね、最初ね、最初の1年というか冬越しが。でそこでダメにしてしまって、去年ちょうど育児が大変な時期でって言ったらいいわけですけど、でそう、先日のイベントでまたね、これを今度はね2個で、なぜかというと、本当はいつもっていうか、最初の頃はジップロックに、いろいろ方法があるんですけど、ここ何回かはこのぐらいのキューブ、なんていうの、種を芽出し用のこういう種をまいて、水をシュッて入れるとプーって膨らんで、なんだろう、土のポットみたいのができるんですよ。ちょっと高さが増してね、5センチぐらいになって、それを結構便利で使ってたんですけど、それがなくなっちゃったというか、在庫がもう今ないので、今回は初心に戻ってというか、初心かどうか分かんないですけど、ちょうどイケアのあれもあるので、一番最初にやった方法で根を出したいと思います。これさ、いつもさ綺麗に切れないんですけど、切ってしまえばね何でもいいんだけどさ、キッチンペーパーに水を含ませてっていうのと、ここにはね、パーライトとプルメでやってくださいっていうのが書いてあるんですよ。やりその、巻き方というか書いてあったので、あ、そうなのかと思って、じゃあ1個はそれでやって、1個はうちでやってた方法でやろうかなと思って、今100均に行ってきて、そしたら私バーミキュライトを買ってしまいました。これでもできないこともなす、なんか保水力抜群っていうからちょうどいいのかなって思うんですけど、どうしようかな、やっちゃおうかな、試しに。どう思うかな、どう思います、なんかそこのでもさ、パーライトってなんか石っぽいじゃないですか、多分それで、あ、これは違うって私思っちゃったのかもしれない。売ってたような気がするんですよね。だって要はこう湿度を保って、温度を保ってればいいってことですもんね。今までも土みたいなところにこう刺してやってたので、このねポットの時もちょっとやってみようかな、試しに、せっかくなのでやってみますね。じゃあまずね、こっち開けてみますね。何個ずつ入ってるかな。あ、そうそう、それでね、久しぶりにこのね、10年ぶりぐらいですよ。だから10年前ぐらいに買った、12年ぐらい経ってるかな、もうに、このぐらいで本当に買った、こういうパチンコ玉みたいな、この二股に分かれてるこの棒が、9年経って花がをつけたんですよ。もう私の身長ぐらいになっていて今。だからね、ちょっと久しぶりに多肉ばっかりやってたので、ちょっと気合を入れて
ちょっと頑張ろうかなと思って、ちょっとまたね久しぶりすぎてこのカット苗をどうやって植えるんだったかなっていうところからもう一回ちょっと勉強しますので、勉強してからやりたいと思います。こっちはね、まずはこっちの実生を、じゃあ3、6個6個入ってましたね。こんな感じで、これの種なんです。こういうプルメリアみたいな、なんかねこんな鞘ができるんですよ。面白い、あのなんだろう、そら豆みたいな、ちょっと違うな、なんか私も実物は見たことないですけどね、あの出会えたことがないのでね、あのその種鞘ができたことがないので、でこれを植えたいと思います。最初本当初めてやったのがこの方法でやったんですよね。これを水でね、どうしようかな、ね、これご飯のね2分でご飯のチンの、ここでねご飯食べるときよくカレーのレトルトとか買って、ね、これでご飯食べたりします。お昼とか節約でたっぷりね。 OK、 なのかな。そしてじゃあ6個、こうやって6個並べようかな。柄がない方でね見えやすいように、ない方に一回入れちゃってからの方がいいよね。よいしょ。ちょっとあんまり覚えてないけどどういう手順でやったとかは、あのこのジップロックに入れて、このなんだっけ、キッチンペーパー入れて、あの湿らせて、ね、発根させたっていうのは覚えてます。ちょっともしかしたらなんか何かが足りないかもしれないけど、わかんないけど、これはね多分一番最初に初めてやった時の方法、なんか Facebook かなんかのページでね皆さんがやってる方法をね真似させてもらって、こんな感じで、じゃあ今日は、7月の15日わかりやすいのです。7月15日です。今日はこれでちょっと窓際の明るめの室内に直射日光の当たらないところに置いといてみようと思います。そしてちょっとチャレンジでね、いつもは1袋しか買わないので、ちょっともしね発根率が良くてちゃんと苗芽が出たら、あのプレゼントしようと思います。だからちょっと見守っててくださいね。あの全部じゃないですよもちろん何個かね、謎の発根率によります、ね、あんまり全然2個とか3個とかしかね発根しなかったらちょっとあげられないです。やってしまおう。あ、なんか引いた方が良かったな、石。あ、いや、なんもないんだ、ここ。これ、水が超いるな。あ、待って、鉢底石あるかな。これ、こんなに使ったらもったいないかな。と使わないけど。あ、そしたら、もし、プレゼントするのはこの鉢でプレゼントしましょうか。あ、でも土がな、土変えなきゃいけないから。ちょっと考えます。あ、溢れちゃう。よし。よし。さあ、どうかな。こんな感じでいいかな。なんか、楽しみですね。こんな感じ。こっちちっちゃいの、ちっちゃい、なんかね色とかよりちっちゃいのがダメだったよね。これ水沈むからもう一回押そう。よし、ちょっと水足りないな、これじゃ。あと問題こっちね。ちょっともう一回調べ直す。もう10年ぶり、10年以上ぶりにやるからね。もう知識がね、忘れてるしね。どうやってやったかも。あの時はね、十何年前でしょ。そんなね、今ほど流行ってなかったし、どうやって調べたんだろう私。ネットとかで調べたのかな。あのそれこそね、近くのホームセンターにこういう風にこれがね売ってたんですよ。すごい安くて1000円ぐらいだったかな。そうで1000円でプルメリアが咲かせられるのっていうか手に入るのっていう感じで、で多分なんかその時本も持ってなかったし、本はね初めて買って、それこそラニハワイさんで専門本っていうかプルメリアのプルメリアブックっていうのがあって、今も売ってますけど、ラニハワイさんの
ブスとかでねよく見ますけど、あのねそれをね今でこそですよ、それは後からね。でもなんかブシュブシュブシュだとちょっと見せれてくるここでここのトレーのままでもいいかもしれない。そうそう、だから、ね、どうやってやったのかなと思って不思議なんだよね。ね、10年っていうか9年かかったとはいえ、っていうか10年っていうのもちょっと定かじゃない、何年に植えたとかその当時の記録もないので、なんかねもう古いブログは消しちゃったので、ね、覚えてないんですけど、あこんな感じでいいかな、下から出たから、よしこれも7月15日です。ではでは、これはねまた経過をご報告したいと思います。でね、それとね、もう一つあるんです、今日は。今日はフェロロボス。フェロロボス